アブラハム・テニールスは17世紀、フランドルの画家、版画家である。農民の生活を描いた風俗画を得意とした。擬人化した動物を描いた風刺画も描いた。アントウェルペンで生まれた。父親は画家のダフィット・テニールスで兄に、父親と同盟で画家となったダフィット・テニールスがいる。他の二人の兄やイオン・テニアとタヨドール・テニアも画家になった。父と、 兄から絵を学び、1646年にアントウェルペンの画家組合に入会した。1644年に結婚した。アントウェルペンの民兵隊の隊長としても働き、民兵の詰め書を描いた作品も残した。兄のダフィット・テニールスと同じように、ネーゲルラント総督であるオーストリア大公、レオポルト・ヴィルヘルム・フォン・エスター・ライヒの宮廷画家に任じられた。フランス語で、 サンジュリーと呼ばれる、擬人化した動物を描いた、風刺画も多く描いた。版画家としても働き、兄も収集に協力した、ビルヘルム校の美術コレクションの作品をもとに版画に、して出版する仕事や兄の絵画を版画にして、出版した。ありがとうございます。